とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、アップデモもう少しになりましたね。今日はタワー行きたいと思います。あと1日だったっけ？あと、1日と5時間だね。最後の、これぐらいになると、結構いいアイテムが出やすい気がするんですよね。気がするだけ。うん。まあ、これで回りまして、勇者と英雄をゲットしたいところですね。エンチャントスミスってのが出て、エンチャントを変えれるみたいなんですよ。なので、なんでもいいので、とりあえず、勇者英雄を出したいと思います。20周いきまーす。一発目、おー、いきなりミステリーが来たけども、ソウルフォーカスいらないって。ソウルフォーカス、本当にいらないからね。まあ、もちろんいりませんね。幸先が悪い。2回目。なんか相変わらず良くない気がするな。輝きもね、入らないでほしい。ダメダメ。いやー、出ないな。出ないな。3回目。良くないなぁ。黄金が良くないぞ、こっちは。ダメだ。話にならんよ。勇者英雄もう何でもいいから出て。何でもいい。お願い。どうだ？まあね。まあね。お察しの通りです。まあでも、エンチャントはこれはね、下はいいね。でも、黄金にもなんかいいのがついてほしい。お願いします。勇者英雄。はい。物が悪いんだよな、今日はさ。物が悪い。古代いりません。ベノムグレイブは、回復がついてない。下は悪くないよ。下は悪くない。重力、虚無、クリティカルで。いいんだけど、ダメ、回復ない。こっちももちろんよろしくない。勇者と英雄が出ないな。リフレッシュはいいんだけど、2か。やっぱり3よ。3。こっちは？雪はまあいらないか。指先じゃないとちょっと使わないかな。こっち。衝撃波がいらない。次行きましょう。はい、なんで？なんで？武器やたら出るな。よろしくないですね。旋風。こっちは。もう。これはね、黄金にね、輝きがついてていいんだけど。ほか。重力輝きでいいんだ。でも255だ。ダメダメダメ。頼む。頼む。ダメだ。もう、これはダメ。全部ダメ。物が良くないもん。よろしくないよー。ほんとにさ、どうした？ 10 回目、来たー！来たー！やった！10 回目でようやく来た！もう何でも良かったのよ、エンチャントは。何でも良かった。だって変更できるんでしょ？変えれるんでしょ？ならもう何でもいいさ。でも、いいやつは欲しい。できれば変更せずに来たい。どう？あ、でもまあタンブルビーついてるよ。タンブルビーついてる。し、黄金も、まあ防護2で、まあ、あっていいかな？ないよりはマシぐらいのやつなんで、OK でしょう。これでさ、一番左と真ん中をクールダウンと、ポーションバリアに変えればいいんだもんね。で、右はタンブルビーでいいんで。オッケー！いいね！これ決定です。ありがとう！後半戦、残り10回いきまーす。後半戦、頑張りましょう。よくない。いや、使えるには使えるけどさ。古代の弓か。こっちはいらないね。まあ一応取っとくか。どうだ？
全部ノーマルか。いらないね。やっぱりソウルフォーカス、火炎フォーカス多いんだよね。良くないけども、まあまあ、今後、それでもいいかっていう風になるかな。次、どうだ？良くないけども、これエンチャント変えれば、マシかな。いや、でも夜の方使わないかな。あー、いや、でもトゥルースシーカーも使わないんだよな。エンチャントはなんか悪くなさそうなんだけどね。あ、でもね、あのね、今度のアップデートで、多分調整が入るでしょ。なんかそういう話を聞くんだよね。調整をしますみたいに。なんで、今までの武器とかが結構変わってくるとは思うんだよね。攻撃力とか、なんかそういうのが。なので、今弱いけども、後で、すっげえ強くなるっていうのもあり得るんで、あー、難しいとこだよね。でもまあ、リフレッシュないので、とりあえずは、いいか。いや、リフレッシュもなんか微妙になったりするのか？わかんないね。はい、オーハブ。あー、いやー、ハープもね、怖いんだ。アップデートで修正されたら終わるもんね。本当に。今俺が持ってる最強武器は間違いなくハープクロスボウなのよ。うん、あの無限ダイナモのやつ。あれ絶対最強なのよ、俺の今の中では。あれが修正されるのがね、ほんと怖いんだよね。やばい気がするんだよね。異常なほど強いから。でもこれね、変えたら使えそう。今のハープクロスボウは、黄金にね、虚無がついてんだけども、虚無があんまりね、あれ仕事してないんだよね。ならば、テンポセフトの方が全然いいもんな。ダイナモで発動するかわかんないけどね。なので、これ取って、テンポセフト、マルチショットあるから、ダイナモと貫通、修正されなかったらつければいいかな。よくないね。はい、じゃあちょっとキープしとこう。来い。おお、槍が来た。まあ、チルゲイルはダメですね。やっぱり旋風がついちゃう。これはもう仕方ないことなのか。槍、旋風1いらない。下、いや下もなんか微妙だな。リフレッシュついてないしね。はい、次どうだ。よくない。いらない。これは、おー、あー、でも雷フォーカスか。下はね、クールダウンと、雪玉？いい感じだよね。うん。で、ちょっと使いにくいかもしんないけども、無謀もいける。でも、火炎、火炎じゃない。雷フォーカスか。まあ、強固はいらないかな。はい。じゃ残り、3回ですかね。行きましょう。あと3回ですね。お、あ、いや、いや、いや。うん。まあ、無限ダイナも惜しいよ、惜しいよ。一番右に、貫通くればいいけど、うん、骨の弓では、そんなに良くないと思うんだ。良くないわ。全然良くねえわ。うん。一発しか出ないんだもん。良くない、良くない。はい、もう他のやつについてくればね、よかったけども。次行きましょう。あと2回あと2回です。出た、ソウルフォーカスさん。よくない。トルバなんだろうね、気になるところです。トルバどう。あー、いや、叫びはよくないよね。叫び微妙なんだ。いや、いいかな。はい、ではラストいきましょう。頑張ろう。それではラスト、まあビースティンガーは良くないね。スパイダーは、あー、ソウルフォーカスさん。あ、でもそうか、修正が来てさ、ソウルフォーカスがやたら使えるようになるとかある。いや、ないか。いや、あるかも、あるかもよ。
今ソウル系のアーティファクトすごい弱いじゃない、ものすげえ強くなるとかさ、うん、雷の杖がカバンのさ、雷が出るやつの強化版みたいになるとか、あ、なくはない気はするんだよね。でもまあいらないかな。はい、ということで、今日も20周いきました。勇者がね、とりあえずのやつが出たのでよかったですね。これをまあ次のエンチャントスミスってやつで変えてみれば使えるんじゃないかな。うん、まあどんな仕様になるかわかんないけどね。とりあえず、明日が楽しみです。何時に来るかわかんないですけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。